植田家窓火事2月28日から1977年11月16日は、ジャーナリスト、政治家、第16から18代八王子市長を務めた。1901年2月28日東京府、八王子町元子安で産男として生まれる。町立第三人城小学校、高玉社中学校、早稲田高等学院を経て1927年早稲田。 大学政治経済学部を卒業。在学中に高等文館試験行政課合格するも、東京に日,日新聞社に入社。1936年には、整理部長。1948年には、毎日小学生新聞部長。1954年には、地方部長兼地方版編集長となり1956年、定年退職。1950年から、 助役就任まで、関東学院大学の講師となっている。1957年に毎日新聞社社有の先輩である市長、野口良司りに依頼され、助役に就任する。各種根回し、交渉、納弁でない市長に代わって答弁を言った、他市市編参委院会委員長にも就任した。1961年2月、野口の公認として、 八王子市長選挙で当選以後参戦している。学園都市、工業都市、観光都市、消費都市の世へ、都市構想を立ち上げ工学院大学、明星大学、東京工業高等専門学校、東京造形大学、国学院大学などを誘致し、学園都市化を図った。またユニークな行政も行った。新設運動を提唱し、 東京オリンピックに合わせ1964年5月に全国初の八王子市新設都市宣言を行った他、花いっぱい運動も提唱した1971年にはノーカーデーを提唱1971年10月3日試験的にノーカーデーを実施1972年から毎月第3日曜日に 甲州街道の1 8トルを、ーカーデーの対象とした。その後、ジャンボ歩行者天国に発展するが、横山町、八日町の客を奪われた、商店街からの反発があり、歩行者天国は廃止された。合併した市民との一体化を図るために、現在の八王子祭りも提唱し、現在も毎年開催されている。社交ダンスもうまくお祭り市長とも呼ばれた。 雪村合併、中央自動車道、多摩ニュータウン建設、公害対策なども行った。1963年から1965年、東京都市長会会長を務めた他全国市長会の評議員、理事を務めた。1972年12月4日立候補を表明するも病気で入院。1973年2月退任。 1977年11月16日死去。ありがとうございます。